どうも、今回は、乃木坂46の、秋元真夏さんの性格と恋愛運を見ていきたいなと思います。秋元真夏さんの性格は愛想がよく低姿勢で人付き合いが良さそうですが、内面はガードが固くシビアな性格です。現実的で向上心があり根気もあってしっかりしていますが、反抗心が強く過激で革新的な部分もあり、きっかけ次第では暴走してしまうこともあります。普通の人には理解できないような複雑な面を持ち合わせているところが魅力です。綺麗事をいくら並べられても筋が通っていないと納得しません。良い面が発揮されればかなりのやり手なので、社会的にも活躍していきます。若い頃は持論を展開させて主張も強いのですが、年齢とともに性格も丸くなっていき、人の価値観にも耳を向けられるようになります。悪い面が出てしまうと人とのトラブルが多くなり、信頼を失い孤立した寂しい生活となります。自分のことは棚に上げて人に厳しすぎるところがあり、いい人間関係を築くために多大なエネルギーを必要とします。真面目すぎて頑固、人に心を許すことはあまりないので親友を作るのが苦手、いつも孤独の中にいます。感謝の心が薄く、人に何かをしてもらった時はお礼を言いますが、そこですぐ忘れてしまうことも多いでしょう。人を使う立場になった時も任せきることがなかなかできず、自分で全てをしなくては気が済まないために自分の負担が増え、周りからは信頼されないという状態に陥りがちです。不平不満を相手にぶつけてしまいやすいので、怒る前に一旦考え直すようにするといいでしょう。次に、秋元真夏さんの恋愛運を見ていきたいなと思います。ロマンチックな恋に憧れ、天から素敵な王子様が降ってくると待っているところがあります。単純で可愛らしい面があり、高級車に乗っていて背が高く顔がちょっといい男性であればすぐ好きになってしまいます。男性からのプレゼントにも弱く、それだけで相手は自分をすごく愛していると信じて舞い上がってしまうでしょう。そのため良くない男性にも目をつけられやすく、それで自分の人生が大きく揺れてしまうので、少し警戒心を持つ必要があります。相手を思いやり、物欲を抑えて平凡な小さな幸せに気づくことさえできれば、良い相手と幸せになることができるでしょう。今回は、乃木坂46の秋元真夏さんの性格と恋愛運を見ていきました。